先週末、大崎上島で海の安全を願う伝統の祭りが開かれ、海電馬と呼ばれる手漕ぎの木造船によるレースが4年ぶりに復活しました。舞台は大崎上島町の木之江港。快晴の土曜日、活気のある掛け声が響きました。会場の安全を祈願する17夜祭の一幕です。祭りの見どころ、海電馬。14人の漕ぎ手が太鼓に合わせ木造の船を操ります。船は港周辺の4つの地区に分かれ、合計4回のレースの順位による総合得点で勝敗を競います。長い歴史を誇る海電馬によるせめぎ合い。しかしコロナ禍で中止が続き、4年ぶりの開催となりました。去年コロナで見れなかったんで、初めて見てめちゃくちゃかっこよくて、いいですね。盛り上がってる感が、この場にいるだけで楽しい。1回目は赤い装束の天馬地区が先頭で到着。その後の2回目3回目も全地区譲らず、接戦のまま最後のレースを迎えます。自分を信じて漕ぎましょう。 OK、 行くぞ。よいさ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 、さあ行くぞ。4艘の漕ぎ手が最後の力を振り絞り船を進めます。そして赤い装束の天馬地区が優勝します。今年久しぶりに見れて、やっぱり白熱してるなと思って、これぞ大崎上島と感じましたね。この醍醐味でもあるんで、この海電馬っていうのが、なんで末永く続いてほしいですね。この中でね、伝統行事いろんなことができなかったんですけど、4地区揃ってできて、真剣な姿を見て子どもたちとか地域の人たちは喜ぶんじゃないかなと思います。コロナ禍で3年の中断を余儀なくされた伝統の海電馬。男たちの気概で町が再び活気を取り戻した祭りの一日でした。